どっちかっつうと嬉しい方が勝ってんな。嬉しい？あの父ちゃんはこうして珍しく約束を守ってくれたんだ。お、間に合ったな。7代目とボルトの試合を見逃すわけにはいかないからね。あん時の汚名を返上できるチャンスだろ。どういうことだ、これは。引っ越え、インチキ野郎！チートで優勝狙いか、この葉の面やぶし。こいつは科学リング。就任試験においては使用を禁じられているものを使った。少しは成長したってとこ。どうだ、新しい技術の具合は。ボルト、そろそろ時間だよ。その顔、秘策があるんだね。アッシュクラ洗顔はもう使えなくなっちまったけど、チャクラの反応は問題なさそうだが、使ってみねえことには何とも言えねえな。修行の中で別々の性質変化を混ぜるっていうアイディアをもらったからな。ボルトにはまだ話してねえんだろ。今日がそいつのテストも兼ねてるってこと。その方があいつもやる気になるだろう。これは戦いじゃねえ、ルールのある忍び組手だ。遅えぞボルト。先に相手を地面に倒した方が勝ち。分かってんな。余裕じゃねえかボルト。真打ちは遅れてくるくらいがちょうどいいんだよ。さあ、遠慮はいらねえぞ。やるからには全力で勝つ。影分身をおとりにするか。ま、セオリー通りだな。ラセンガン。ナルトのケツを取るとはなかなかの玉だね。そうやってガードばっかでごまかす気じゃねえだろうな。そんなつもりはねえよ。何がどうなってやがる。くそ、悪くねえ。螺旋丸で勝負しろってばさ。君たち親子も一度勝負してみれば。お、めんどくせえ。何企んでるか知らねえが、乗ってやろうじゃねえか。クルトンゲップレッション、いけ来い、ボルト。ボルト、いつの間に水遁なんか。しかも7代目の右手を封じた上でね。水遁破刀。腕を上げたな。さっきの螺旋丸といい、7代目術を吸収してる。そういうことかよ。よし、そこまで。そうか、右腕の義手だけをその場に残しておとりに。いい勝負だったってばよ。なるほどね。でも術の吸収なんてどうやった。実はさっきの腕のことだがな、片助に作らせた試作品だ。以前の大筒木との戦いにヒントを得てな。こいつを使えば相手の術を吸収して無効化できる。俺に散々パラダメっつっといて、父ちゃんも使ってんじゃねえかよ。いや、あのな、少しは成長したかと思ったがな。科学人具を危険なものだと感じているようだが、それは科学人具の持つ一面でしかない。要は使い方だ。
サスケの言う通りだ。道具そのものが悪いと言ってるんじゃない。忍びは裏の裏を読めって言いたいんだろ。分かってるじゃないか。で、収穫は？まあ多少はな。そういえばパパ、いつ戻ったの？ついさっきな。カラという組織こそ裏の裏、いや、どこまで行っても裏しかない連中かもしれない。この世界の危機はまだ去っていないってことだ。